こんにちは。令和新選組は貧困ビジネスをしているという指摘がですね、NHK 党の立花孝志さんからありました。そして今度の党首討論でもこの辺について追及するそうなんですけども、今回ね、この動画を撮らせていただいたのは、メールをね、いただいたんですよ。当然こういうふうなご質問あるだろうなと思いましたけども、ざっくり言いまして、久保さんはどう思いますかってことなんですよね。ちょっとメールをね、プライバシーに配慮しながら読まさせていただきますけども、毎日の YouTube の発信活動お疲れ様です。今回は令和新選組に対する立花孝志さんの主張について、久保さんの見解をお聞きしたいということですね。で、久保さんは令和新選組に寄付金を送るほど令和を支持されていると思いますが、先ほど Twitter において NHK 党の立花孝志さんは、令和新選組は貧困ビジネスというツイートをされていたので、うんぬんかんぬんとね、この方の活動がありまして、立花孝志さんが言うのは、令和新選組は寄付金を強要はしていないんですけども、奨学金をチャラにするよとか、最低賃金を上げるよとか、できもしない公約を掲げて、理解力の乏しい貧困支援者に、その公約を実現できると信じ込ませて寄付を集めている。つまり、理解力の乏しい貧困支持者を騙しているから貧困ビジネスなんですというふうに説明してくださったということですよね。はい。これについてなんですけども、言い方は、いろいろとありますけども、この言い方をするとね、立つ瀬がないのが令和新選組ではあります。ですけども、言ってることは間違いではありません。まずですね、公約ってのはどういうことかっていうと、この度政権を取ったら、こういうふうなマニフェストをやりますよっていうのが公約なんですけども、令和新選組から今回、参院選に出馬されている方、そしてもうすでに国会議員になられている方、全部足しても過半数取れないわけですよね。つまりは与党には絶対になれないんですよ。全員当選しても。で、全員当選しても与党になれないのに、ですよ。公約を掲げるっていうのは、ちょっとね、騙してるという言い方もできなくはないんですけども、ただね、選挙っていうのは、今回当選するとは言ってないと。当選したら、当選したらじゃないわ。与党になったらこういうことをしますよっていうふうな、遠くの目標を掲げるのも公約のうちなんですよね。ですんで、令和新選組が、必ずしも今回与党になるということは、誰から見てもね、そんなわけはないじゃないですか。連立を組んでるわけでもないですし。それから、いきなり令和新選組が今年とか来年にね、政権を取るってことは、これはね、無理ですよ。誰からどう見ても。うん。でも、5年後、10年後には、今回掲げた公約をもとにね、多くの支援者を集めて、与党になり得る勢力に持ち上げていくかどうかっていうのは国民にかかってるんですよね。令和新選組が頑張ったからなるもんではないんですよ。私たち国民が令和新選組に期待していこうっていうふうに思って一票を投じる、お金を投じる、ボランティアとして活動を支える、周りの人にこうね、令和新選組に投票しようよっていう、それからポスターを貼るのに協力する、いろいろとやることがあると思います。令和新選組の活動が、もしね、共感できるものだったら、それはやるべきだと思うんですよね。もちろん、共感はするけども、やらないっていう方法もあります。それはもう自由なんですよね。で、今回、立花さんが言ってるのは、理解力のない人を、騙してね、その気にさせて寄付金を集めているところはどうなのかっていうことなんですけども、理解力っていうのはみんな違うんでね、それぞれの理解力、それから信じるものの誤解もあるし、勘違いもあるし、それから勇み足もあるかもしれないけども、でも、それぞれ、寄付金っていうのはね、10円、100円、1000円、1万、いろんな金額を自分の生活に傷がつかない程度で寄付してると思うんですよ。もちろんその中には、ロスジェネを中心として、もうすでに貧困状態に陥ってる人がね、それこそ今日のパンを食べるか食べないかっていう、その瀬戸際の100円を寄付するかもしれません。でもそれはその人の思いなんで、別に騙されてやってるっていう風な言い方をしなくても、立つ手がないじゃないですか。せっかく思いを込めて、すぐには制限取らないかもしれないけども、この100円、1000円、1万円が、令和新選組の活動の何かになるんだったら、自分も活動してることになると。だからちょっと今日は昼飯をね、我慢して、1000円ちょっと寄付しようかなっていう思いにね、対して、騙されてる、騙されてるっていうのは、ちょっとかわいそうだなというところはあります。ただ、立花さんがなんでこういう言い方をするかというと、やっぱポジショントークなところもあるんですよ。ね、やっぱり、他の政党の勢いを抑えるために、足を引っ張るって言い方もありますけどもね。やっぱ自分の主張をするために、他党の
ちょっとこれは間違ってるよってことをね、お話しすることもあると思います。ただし立花隆さんの言うことを信じるかどうかっていうのも、これは人それぞれみんな違うんですよ。立花さんが言ったからといって、そんなわけあるかい、お前なんか自分の都合ばっかりで喋るな、令和新選組はなとか言ってね、令和新選組のファンの方が頑強に別の理論を展開するのもあるしね、それから立花隆さんが言ったことを、まあそうだよねっていうふうに気づく人もいれば、人の考えっていうのはよく変わると思うんですよ。まあ、ですんでね、立花隆さんの NHK 党、それから令和新選組の山本太郎さん、その他の政党もありますけども、基本的に他党に対して、まああんまり応援はしないですよね。まあ政治活動ってのはそんなもんだと思うんですよ。もちろん正々堂々っていうところはあると思いますけども、その瀬戸際のところでやったりやれたりっていうところではないんでしょうか。まあ、あの立花隆さんのね、 NHK 党に対して私もね、あの寄付はしてるんですよ。ここも寄付をしてるんですよ。つまりどの政党も自分の考えにピタリ一致してるところはないんで、部分的に自民党はここがいいよねとか、立憲民主党はこの、あの国会議員さん好きだよねとかね、それから共産党は全部良くないよねとかね、まあいろいろあるんですけども私も理解力がそんなにね豊かなわけじゃないんですよ。それぞれの政党、9つある、あの、なんですか、国政政党の全てを知ってるわけじゃないし、的確に捉えてるわけでもない。つまり、私も理解力が乏しいわけなんですよ。でも、その乏しいっていうのは、誰に対して乏しいのかってところもありますよね。そういう意味で言うと、立花隆さんは、理解力の乏しい人を騙しているって言い方をしましたけども、でも、もっと乏しい人からすると、その人は乏しくないってことになっちゃいます。要するに相対関係なんですよ。だからそこを切り取って、あの言葉を使ってるっていうところでは、まあ、立花さん、高橋さんの、ね、言葉の選び方っていうのは、この令和新選組と政治で戦うときはこうだろうなと、選挙で戦うときはこうだろうなっていうふうに思います。まあでもね、山本太郎さんもこの辺も説明してもいいんじゃないかなと思うんですよ。まあしてる場面もね、ちょっとあったなとは思いますけども、令和新選組はすぐに政権を取って全部の公約を用意スタートするわけではないよと。でもこの公約に向かって数年後、10年後かもしれない、一歩ずつ進んでいこうよ、その力を私たちに与えてくださいと。与えるのは誰ですかと。奨学金をチャラにしたい人が1票2票10票100票と積み重ねることによって、令和新選組の議席が増えて、本当にそういう日が来るかもしれないよねと。で、寄付金は少ないかもしれないけども、その少ないものが集まって、本当に活動がもっともっと豊かになって、一日も早く政権を取ってね、皆さんが苦しい思いしたのを報われるような世界を令和新選組が導いてくるかもしれないっていうところは、可能性はゼロじゃないんですよね。ただね、ただですよ、やっぱり私も本音の部分があるんですけども、令和新選組は十分な政党助成金もらってるし、山本太郎さんもお金もあるし、全然寄付を集めなくてもできる政党なんですよ。ここは寄付なんて集めなくても、逆に言うと寄付がないとできないような政治活動はもう政治活動ではないと思います。もう時代が変わったんでね。山本太郎さんだってインターネットの力で、まあ街でね演説もしてますけども、必要最小限のコストで国政政党を作って、そして5人の国会議員を生み出したわけですよね。だからお金は本当にかけてない政党だと思うんですよ。であとはもっともっとお金をかけなくても効果が高いことをインターネットを使ってやれば、インターネットがね苦手な規制政党を、まあ、ギャフンと言わせることも、ギャフンっていうのが古い案内ですけどね、できるんじゃないかなと思いますんで、私はできればね、できればですよ、山本太郎さんに寄付を募ることなく与党になってほしいなと思いますね。で、立花隆さんは与党になるとは言いませんけども、確かに立花隆さんは寄付を集めてないんですよ。お金は借りることがあっても利息をつけてお返ししてるんで、NHK 党投資っていうのもね成り立つんじゃないかなっていうぐらい金利が高いわけなんですよ。だから NHK 党に1年とか2年お金貸してちょっと増えたみたいな感じのね、そんな投資もできるわけなんですよね。はい、それでこっからね、私がね、令和新選組の寄付をされてる方にちょっとね言いたいんですけども、私は多少お金がありますんで、令和新選組にまとまった金額寄付しても全然大丈夫です。でも暮らしが苦しくなるような寄付はしない方がいいと思います。寄付だけじゃないんですよ、応援っていうのは。もう令和新選組のツイートをリツイートするぐらいのことだったらお金もかかんないし、効果は高いわけなんですよ。だからどちらかというと、そういうふうな寄付金を出さないような活動で支援するっていう方法を取ったらどうかなと思うんですよ。そして本当にね、
日々の生活に困ってないような人が令和新選組をたまたま支持するようになったら、そしたら結構大きな金額をこう寄付できるんで、お金の係と活動の係と、まあただリツイートする係と、なんかそれぞれあってもいいんじゃないかなと思うんですよ。もちろん寄付を止めてるわけではありません。ただ一つね、令和新選組は寄付がないと成り立たないっていう、そんな貧弱なものではないんで大丈夫だということですよ。だからそれぞれの役割でやればいいんじゃないですかね。で、私ももう寄付するのめんどくさいなと思ったらやりませんからね。で、寄付ってそういうもんじゃないですか。義務とか責任感に駆られてやるもんじゃなくって、自分は活動できないけども応援したいなっていうところが、まあ寄付って形になると思いますしね。で、寄付ができないけども時間があるよって方はポスター貼り1日手伝えば、それは日当8000円とかの効果を生むわけなんですよね。で、私はどちらかというと自分が動くよりもお金で支援した方が、例えばね、10万円支援したら日当1万の人が10人で動けるわけじゃないですか。私一人がお金を払わずに1日動くよりも効果が高いわけなんですよ。だからそれぞれの持ち味を生かして令和新選組を応援すればいいというふうに思うんですね。プラスですね、最初にお話しましたけども、ピタリ自分の思想と一致してる政党はないんですよ。ですので私も令和新選組に頼りないなと思うところあります。ダメだなここはって。でも全否定ではないんですよ。ただ全肯定でもないんですよね。むしろその政党を応援することによって育ててやるみたいな感覚じゃないとダメですよね。だからそれは立花隆さんの政党 NHK 党に対しても、私は NHK はスクランブル化するべきだと思います。私は NHK はすごく役に立ってるんでお金を払い続けますけども、お金をね、払ってない人で見てもないし見たくもないっていう人が払う必要ないと思うんですよ。で、 NHK のスクランブル化をするとお金を払った人目線の放送になるって言いますけども、それでいいじゃないですかってことですね。全然困らないですよ。だって公平で中立な放送はすでにインターネットの情報にいっぱいあるんで、 NHK の存在価値はないんですよね、はっきり言って。なのにいろんな理屈をつけて、それからここは山本太郎さんにも言いたいんですけども、 NHK の存在は害悪なんですよ、すでに。なのに今国政制度が9つあるうち NHK のスクランブル化をしようと、健全にしようって言ってるのは立花隆さんだけで、なんで山本太郎さんこんな大事なことにね、まあ耳を塞いでるんだと、目をつぶってるんだと思いますよ。これは他にも令和新選組の体質についていろいろと言いたいことあると思います。言いたいことあるんですけども、ただ基本的には山本太郎さんのトークとかはね大好きだし、人の心を動かす演説は大好きなんですよ、タレントの時からね。だから令和新選組は私は野党の中ではね最もまともな方だと思います。それは立憲民主党なんかよりもね随分いいと思いますよ。立憲民主党なんですか、あれは。本当に手たらくがね進むばっかりで、何野党第一党とか名乗るなと思いますね、今はね。いや、それぞれ議員さんの中には好きな人もいたんですけども、なんかねその他党の足を引っ張ることを一生懸命で、もう矛盾をたくさんさらけ出しちゃって、もうね、小川淳也さんとか好きだったんですけども、もう喋らないでくれよ、テレビに出てくれないでくれ、出てくれないでくれよというふうなところまでね、ちょっと落ちぶれちゃったんですよ。あの人もね誠実で熱い方なんで人間的には好きなんですけども、人を攻撃するのを優先するがあまりね、もう完全に理論が破綻していて、もうめちゃくちゃですね。まあ、ちょっと話が長くなりましたけども、どんな政党も別に未来があるんで、今は気に入らなくても変化する中で、あ、見直したぜって瞬間もあると思うんですよ。あとなんだ、なんですか、なんですかね、見損なったぜか、見損なったぜってところもあると思うんですよ。だからまあね、本当に重要なことを決める組織なんで国政政党って、本当になんかね断片的に見ないことかなと思いますね。まあ、ぐちゃぐちゃっと喋っちゃいましたけども、もう一回最初の質問に戻りましょうか。私がね思ってるのは、できもしない公約を掲げて理解力の乏しい貧困支持者を騙して寄付金を集めているのは、言葉の通りに言えばその通りですけども、この言葉を選ばなくてもいいじゃないかと思いますよね。別の言い方でやんわりと言ってもいいんではないかなと思いますけども、でも言ってることは、まあ、その通りといえばその通りなんですよ。令和新選組は寄付なんて募らなくてもやっていけるだけの経済基盤あるんですよ、財政事情は。まあ、あとね、政党助成金でできるような活動をして支持者を増やしていくのが一番ですよ。そうできると思うんでね、寄付を募ってもね、寄付ができる方が無限にはできないんで、
どっかで、だから寄付金がどっかでね、枯渇して、じゃあ寄付がなくなったら、この政党が解散するんですかってことになるじゃないですか。解散しないですからね、やっていきますからね、これ十分。それはなんかあれですよね、NHK 党が見事証明してるんじゃないですかね。あそこは寄付なんて集めてないし、金利をつけてお金を借りてるわけなんですよ。それでも、ちゃんと影響力上げてますしね。やることも、まあ、ワンイシュー一本ではっきりしてるし、さすがにね、山本太郎さんのれいわ新選組、本当にこれ実現すればどんなにいいだろうってことが多いんですけども、ただそのためにはちょっとね、人材が足りなすぎるのと、あまりにもこれ時間がかかりすぎるということですよね。あとね、非常に言いにくいんですけども、もしかしたられいわ新選組の支持をされてる方っていうのは自分で学習してないんじゃないかなと思います。山本太郎さんの演説が好きで何回も聞いてるうちに覚えちゃったっていうのはあると思いますけども、果たして本当にそうだろうかっていうことと、山本太郎さんが言ってないことに対して分析してみるっていうのはないんじゃないかなと思うんですよね。だからその辺は、支持者なんだったらやっぱりね、感情論で押しまくるだけではなくって、もちろん山本太郎さんは感情を動かすのは上手なんですけども、私たちは受け取った感情を冷静に分析して理論立てて見ていかなくてはいけないんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと余計なことも言いましたけども、貧困ビジネスって言い方はないだろうと思います、さすがに。ただこれは立花隆さんの今だからこの言葉を使うと思います。ライバルの政党に対して、やっぱりね、攻撃的な言葉を向けるのはもうありっちゃありなんでね。ただ私だったらこの言葉使わない方がいいんじゃないのっていうふうな気持ちです。貧困ビジネスっていうことはないだろうみたいなね。ただやってることは貧困ビジネスにすごくね近いんで、まあお金がない人からね、お金を集めてるといえばそうなんですけども、でも寄付の無理な方はやってないですからね。まあ何と言いますかね、まあ立花さんの主張に聞くべき点はあるけども、もうちょっと柔らかい言葉使ってよっていうところありますね。で、山本太郎さんも確かにお金集めなくてもできるんだから、もうお金集めなくてもいいんじゃないかなと思いますけども、でも自発的に寄付をしている人からの寄付はありがたく受け取ればいいんじゃないですかね。なんか寄付をすることによって、れいわ新選組のその成功に自分も力を貸してるんだっていう気持ちになったら、自分の存在意義を確かめられる方もいると思いますんでね。でも本当重ねていきたいのは、寄付は無理しないでくださいと。寄付は私もやりますので大丈夫ですと。無理しなくていいですよっていうことですよね。それぞれの持ち味でやればいいと思いますんで、お金を出すだけじゃなくって、いや本当にね、リツイートするとかね、動画にいいねボタンを押すとかっていうのも重要な活動になると思いますから、お金が本当にきつい方は、現金じゃなくてそういったちょっとしたワンクリックの方が効果高い時もありますんで、そういうふうに積み上げていったらいかがでしょうか。長くなりましたけども、こんな感じでございます。気に入った答えになってますかね。ただね、やっぱ本当にこういう風なね、NHK 党とか、れいわ新選組とか、すべての政党が力を合わせたら、何でもできると思うんですよ。だから、対立しない方がいいんじゃないかなと。ね、希望は、私の希望はね、諸派党構想をやってる NHK 党に、れいわ新選組が入るとか、みたいなのが一番いいんじゃないかなと思うんですよ。それこそ、個人的な利害とかを乗り越えて、国民が豊かになることだけをみんなでね、目指せば、そこは同じゴールじゃないですか。でも手段が気に入らないから一緒になれないっていうふうなことになると、本末転倒なんじゃないかなと思います。というのが私の、まあ、気持ちですね。長くなりましたけども、以上でございます。今回一般公開動画でさせていただきます。長くなりますけどもね、別に自民党も支持してるところがあるんですよ。私はね、自民党もすごいなっていうところがあるし、ダメだなってところもあるし、パーフェクトな政党は未だに現れてないというところですかね。まあ共産党はちょっとね、社民党とかもどうかなと。なんであれが政党なんだと思いますけどね。もう完全に売国政党っていうかね、ダメでしょあそこはみたいなところですけどね。まあ私の見えてないところでいいことをしてるのかもしれませんので、この辺にしときましょうか。ありがとうございました。